はい、どうも皆さんこんばんは。お疲れ様です。実に2週間ぶりのマリオカート8デラックスの動画撮影でございマルクスというわけで、今回はですね、3月20日買い物に行きバタバタしていて、ようやく全てやることを終わらせたので、今回はですねちょっと本当に久しぶりに合流したんで難しいんですが、ここスナイプ、なんで後ろにバナナを放っちゃったんだろうか。さあ今回ハイラルサーキット 200cc から動画撮影やっていきたいと思います。もしね皆さんうまいと思ったらチャンネル登録と高評価、そして低評価でコメントや感想をねぜひ書いていってくださいと。で今回2つねリクエストを持ってきました。で1つ目はねマリオカートと発音よく喋ってください。もう1つアキコさんからね、これ2度採用したか分かんなくなってきたんですが、一応今回やっていきたいと思います。水色式 G-Force、 これ今思ったんだけど全部水色式になってんのか。デスカイローラーのこちらの一式でよろしくお願いします。ここキノコもふんだんに使って、トゲがねちょっと怖いんでそこだけ警戒していきたいね。さあカワムチャンネルさん、ちょっとYouTube のアカウント名そのまま言っちゃいましたけど、合流誠にありがとうございます。これダブル防御そのまま手元に持っておいてもいいかもしれないな。バナナ気をつけての。でちょっとこの間何をやってたかというと、皆さんに全然報告していなかったんですが、スナイプ、いや待って、ここはイカスミを利用して、待って、オッケーパックに食われてたのか、カームさん。いやびっくりした、僕をおとりにしてくれた、なんか招待されたんだけど。エイペックスレジェンド、結果が出ました。リクエストアザース、一旦 YouTube の広告を表示させます。さあ第2レース目も2-1よろしくお願いしマルクス。なかなかねスタートが始まらなかったので少々困惑気味でしたが、スタートしましたんで、こちらネイチャーロードの別の人に直撃したな。ちょっと1位のアメリカの方がうまいからその人をめがけてと思ったら、他の方がカバーしてくれてさらに追撃できます。さあ今回ね、おっとびっくりした、ラグがちょっとあるから怖いんですけども、感謝するのが趣味、いい趣味持っててね、僕もそういう気持ちってとても大事なんじゃないかなと思ってます。なんか謎にキノコ使っちゃってもう一発キノコ引いていくと、内容がまあベンツ系のカスタム、うわー危ねえ、ベンツ系のカスタムを使ってまあ 200cc を暴走するマリオ主人公の姿をまあ見たいです的なコメントをねこの度いた、あー緑コーラ上通過したからちょっとびっくりしたな。さあボム兵引いた後ろの緑よし、ちょっとこれ早く復帰してほしい、復帰、よし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 。さあ何かあった時にこれ真後ろに置けばね全員爆破できるから落ち着いてやっていきましょう。おレバーサイズさん、これありがとうございます。いやー皆さん聞いてよ、エキサイトバイクの時ねなんか違う方のトゲ像に当たって巻き込まれて、よしキノコパクッといただいて、いやーブレーキブレーキ、よしよしよし、なんとか制御して曲がりきってはいるけども。さあカワムチャンネルさん、ほんといつもありがとう、待って、あーサンダー、いやーこれ逆にさサンダー来なきゃ勢いで1位、待って抜かされてないよな、よかった。結果が出ました、皆さん合流ありがとうございます。もうフレンドしか居座っておりませんということで、お友達しか構成されていないこちら 200cc 大会部屋で、はい、ジョブ第3レース目ご褒美リクエストを持ってきたんで紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さあバナナ1発目、俺のバナナを引いて電車に引かれねえかな、逆にこっちからまあ仕掛けてもいいのかなと思うんですけども、内容がねちょこちょこまあ最近の動画のコメントでいただくんですけども、カズマルクス流、まあ言い方は人それぞれ、カズマルクスさんが思う最強カスタムをいいプレーで見せてくださいと永瀬さんからコメントをね今回いただいたので、リンリンメトロで使っていきましょうか実際に。でどういうカスタムがいいかなって、まあこの人数が少ない時に悩んでいたらですね、初期の頃本当に一番お世話になったこのロイパタテンテンローラータイヤをね使用しまして、なんで、ボム兵投げたんだろう、
これでも逆に赤コーラが来てたからちょっと予想して投げたというちょっと言い訳をさせてほしいなと思っております。また赤コーラ来てまたボム兵引いていくと。でここは確実に、おお赤コーラの大群怖かったな。さあここでどんどん差を離していきましょう。イカスミこれねブレーキしないとマジで引かれるから気をつけて。待ってやばい危ねえ、おげぞうもくんのそれちょっと軽減しましてしっかり復帰して、待って来すぎ赤コーラ、よしギリねバナナをケツにはめ込みの1フィニッシュ。いやもうヒヤヒヤするな。結果が出ました、海外勢いない、やっとコースダブリが解消されました。というわけで今回のパート初めて走るのかな、ニセルイジマンションをよろしくお願いします。ミッキーさんから初リクエスト、もう一方名前ちょっと忘れたので編集で画面をね載せていきたいと思います。3の倍数の順位になった時にまあアホになってくださいと、これねコメント欄で見つけた時すげえよく思いついたな、面白いなって感心したのをね今でも覚えてますが、まあ、この2つのリクエストをねこのうー後ろ警戒しなかったねやっていきたいなと思います。ドンキーちゃんのほほ花ちゃんもいい、あースカイローラそして紙飛行機のこの組み合わせで、いや待ってミドさん回してる人いるから早急にショートカットを挟んでミスタージャック気をつけていきましょう。いや木野さんだらけだね。ドンキーといえば、まあ、バナナ引くんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、ここはキノコをねふんだんに引いていきまして、さあザルスケさんほんと合流ありがとうございます。裏にキノコ持っているからトゲゾウの心配もないのかなと思います。いや今のところ3の倍数に全くならないから全然アホになれないんですけども、さあここね 200cc の場合は、まあ、ミニミスクをねできるだけ決めていきましょうと。なんでミドルコーラ捨てたんだろうか。まあここさ、ショート化してもありなんだけど、これもう防御優先でいきましょう。でイカスミも消しつつで陰を究極に攻めて赤も消していくというわけで、ドンキーハナちゃんね 200cc でもまあ応用できるっちゃできるんですが、少々コースによっては、まあ、走りにくいなっていうのは多々ありますねと。ここね思いっきりショートカットして1位決めていきましょうか。これあんまり速くないんで、まあ、僕はおすすめしません。今回のパートラストレースにしたいと思います。なかなか3の倍数にならなかったのでまた新しいカスタムのリクエストと同時並行でやっていきたいと思います。まあ、楽しみながら見ていてください、よろしくお願いします。 SFC のレインボーロードが来たというわけで、ただのつくし様リクエストありがとうね。ベビーピーツに空豆そしてスカイローラーで紙飛行機というわけで、こちらはねコメントでもありましたように、まあ一番軽いカスタムを使っていや走ってほしいですと。もう1位にさ居座りすぎて3の倍数ができない問題がただいま発生してます。皆さんどうしたらいいでしょうか。ここね鬼畜ニスカうますぎるよ。どうしたらいいでしょうか。ここね鬼畜ニスカうま、自分でも本当にわけのわからないねすごいショートカットをしちゃいました。まあ以前にもね過去動画であの爆速処理ということで、いやー待ってやばいやらかした。ちょっとここはバナナ早急にケツつけて、さあクラウド1534ネット上に保存しておきましょう。さあコイン引いて、うん、リスクがあまりにも高すぎるからちょっと3周目はスルーしておきましょう。いや待って1位にしかずっといないから3の倍数がなかなかできないが、ちょっともうねポンポコポンポコ相手もね交換して、さあラストコーナリング曲がって、うん、マリオとまあそこそこ離れてるから3以降置いてけぼりさあ今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。もしね少しでもお前 200cc めちゃくちゃ上手くて面白い、楽しいなとか爽快感あると思ったら、チャンネル登録高評価をしてください。逆に俺の方が200上手いんだよ下手くそだななんていう方は低評価で判断を下してください、よろしくお願いします。コメントで感想も待ってますんでぜひぜひバイバイ。